城下町土浦市のシンボル、騎乗公園。この騎乗公園に隣接して立つ土浦市立博物館。ここを拠点に平成2年から活動を始めた機織り教室が今年で20年を迎えました。機織り教室では昭和30年頃まで土浦地方の農家の女性たちが普通に織っていた機織りの技術を学んできました。すでに100名を超える伝承者が巣立ち、土浦地方の機織りの技術の保持と普及に努めてきました。平成13年にそのような機織り教室の活動を紹介したビデオが文部科学省特別選定に選ばれました。それはひとえにその活動内容が高く評価されたからです。麦用の島を決定しました。40-2の6メートルのおまきを。平成21年度より木綿作りとともに絹作りにも挑戦を始めました。それは土浦地方は絹とも大変縁が深かったからです。かつて土浦の町中では繭市場が開かれ、周辺には製紙工場が立ち並び、多くの女工たちが働いていました。周辺の村々の農家では養蚕が盛んに行われ、貴重な現金収入となっていました。現在も数軒の農家がその養蚕の伝統を守っています。出荷できなかったくず繭や玉繭は木綿と同じように自分たちで糸にして着物を作っていたのです。機織り教室の卒業生で組織された綿の実は、茨城県阿見町にある産業技術研究所の協力で蚕の飼育を行いました。飼育したのは豊年かける剣白という品種で、昭和30年頃に育てられていたものです。また実際に近隣の養蚕農家を訪ね、先代から伝えられてきた養蚕の技術も研究しました。このビデオは活動20年の集大成とも言うべき木綿の旗ごしらえを中心に、絹の座繰り、かせ上げ、織りを次の世代に継承するために作成されました。あらかじめ天日に干しておいた綿を綿切りろくろで綿と種に分けます。この作業を綿切りと言います。ろくろの滑りが良くなるようにろうを塗ります。ちょっと引き気味にした方がよく入ります。
音が大きくなってきたので、中に種が詰まってるのかもしれません。ここに詰まってました。これが音の原因になります。取ります。音が静かになりました。これが切ったばかりの綿と取った種です。ふわふわです。この後、綿屋さんに出し、綿打ちをしてもらいます。綿打ちをした綿を糸車を使い、よって糸にする作業を糸紡ぎと言います。まず、内綿を広げ、適当な大きさにちぎり、糸を引き出しやすいよう丸目を作ります。塗り箸で綿を平らに伸ばし、綿を丸めます。台は一升マスを用います。藁をつむの長さに合わせて切り、差し込みます。指に唾をつけて糸をより出します。20センチぐらいに引き出したら、つむに絡め、紡ぎ始めます。左手で腰の方まで丸めを引き、左の親指で糸をきつく押さえ、さらに3、4回回転させて、撚りを加えます。糸車を土浦地方では、枠とか、むいむいと呼びます。丸目がなくなったら、このように新しく丸目を足していきます。山なりに紡いでいくのがコツです。これで糸紡ぎの玉ができました。この後、撚り止めをして、枷にします。紡ぎ玉は、あらかじめ水に浸しておきます。浸しておいた紡ぎ玉を水を入れた大きめの鍋に入れます。
そして火にかけます。煮るのは糸のよりを安定させるためと綿の油分を取り除くためです。あまり踊らせないようにして30分から40分煮ます。煮終わったらそのまま冷やし水で 2,3 回洗います。最後に軽く絞りタオルで水気を取りましょう。これで紡ぎ糸のより止めが終わりました。糸端に輪を作り横たぐりにかけます。紡ぎ玉が踊らないよう小鉢などに入れます。左手で糸を持ち右手で横たぐりを回します。左手の親指の爪でしごくように持ちます。糸の状態を調べながら慎重に進めましょう。一つの玉が巻き終わったら次の玉をつなげます。つなげ方は糸の端を少しちぎりよりをかけてから旗結びでつなげます。余分な糸を切って、つなぎ目はきれいにしておきましょう。今回は、紡ぎ玉3個で一かせにします。一かせ巻き終わったら、最初の糸端と最後の糸端を結び、さらに別糸で結びます。別糸はこのように糸が乱れないよう、かせ糸の間を8の字にくぐらせてから、結んだ糸端と結びます。同様にもう3箇所別糸を通しておきます。結び終わったら横たぐりからかせを外し天日に干します。そのままでは糸がよれていくので下に竹棒などを通し、重りをかけると良いでしょう。
染色した糸をのり付けします。まず鍋に水を入れ火にかけます。火にかけたらすぐに小麦粉を入れます。水の状態で入れることが重要です。小麦粉の量は糸の量の 5% です。玉がなくなるように気をつけながら混ぜていきます。それから煮立たせないように静かに溶かしていきます。小麦粉がよく溶けたら煮立たせないようにして20分ぐらい煮ます。じゃ、ろうを入れます。ろうが溶けたらざるでこします。糸をよくさばいてからのり付けします。まんべんなく浸かる、のりがつくようによく浸します。手で強く絞った後、さらに竹の棒を使い、2人で絞り出します。一度ほどいてほぐします。よいしょ。引っ張ってください。うん。反対側にも回し、もう一度絞ります。いいですか。最後にタオルで余分な糊を取ります。その後天日乾燥させます。頃合いを見計らい、時々枷を回して乾かします。短時間でパラリと干し上げます。
天日乾燥させた加勢糸をよくさばき、下から糸が出るようにタガ返しにかけます。藁も用意しておきましょう。からくだをつむに差し込みます。空回りするようなときは藁を詰めます。からくだに糸を巻きつけます。からくだの両端に少し山を作って綾を振りながら巻いていきます。これで糸巻きができました。横糸に使う火の中に入れる黒田も同じように巻きます。糸巻きが終わると成形に移ります。まず軒から吊るしたざらめきにからくだをセットします。からくだは島立て通りにセットしましょう。これで島立ての通りに糸を並べました。一本ずつ取っていきます。一本ずつ糸を揃えて一結びにします。へぐいの右側の杭に糸端をかけ、一端分の糸を経ていきます。綾は糸の順番を間違えないように取ります。3、4、5、6、7、8、9、10、11、12。綾を取ったら杭にかけます。綾のところを紐で縛ります。こうすることで必要な糸の数の目安となります。では、綾から次の綾までの一連の作業を見てみましょう。
綾を崩さないように杭にかけます。必要な糸の量が取り終わったら、最初に糸をかけた杭のところで糸を切ります。この杭のギリギリのところで縛ります。まず綾紐を通します。綾紐を通したら綾の手前を紐で縛ります。次に綾元を縛ります。さらに綾尻を縛ります。糸を外したとき、糸がバラバラにならないよう、数箇所紐で縛ります。綾尻から外します。鎖状に取っていきます。これで成形の作業が終わりました。糸束を柱に結び、綾に綾竹を通します。綾竹を通したら、抜けないよう綾竹の両端を紐でくくります。綾元の紐をほどきます。綾の数え紐をほどきます。一束ほどいたら、糸を一本一本綾の順に分けておきます。このようにすれば、筬に通すときに順番を間違えません。筬に上下2本の糸を入れていきます。筬に通したら、手前の竹棒に通します。
上下に糸がきちんと分かれているか、筬を飛ばしていないか、一つの筬に重ねて入れていないかを確かめながら行うことが大切です。全部通し終わったら、筬に糸がきちんと入っているか、もう一度確認します。庭に縦糸の長さ分のござを敷きます。おまきに紐を巻きつけます。おまきの紐をきっちり巻きます。糸端に紐を通し縛ります。その紐を柱などに結びつけます。鎖をほどきながら縦糸を伸ばしていきます。綾紐以外の紐を外します。おまきの棒に縦糸を少しずつ移します。外した棒をおまきに再び結びつけ、縦糸をピンと張ります。ここから綾こしの作業になります。まず竹棒2本で上下の糸をしっかり分けます。次におまき側の筬の面に沿わせるようにして竹棒を刺します。綾紐をほどき引き抜きます。綾竹の紐をほどき筬側の竹を引き抜きます。筬を綾の向こうに送ります。この時、筬を少し持ち上げるようにすると良いでしょう。もう一度横から見てみましょう。筬通しに間違いがあると綾こしができません。綾と筬の間に竹棒を入れます。綾が無事越せたので
こちらの棒を抜いてしまいます。竹が抜けないように2本の綾竹を縛ります。縦糸を櫛で溶かします。おさとあやを先へ送ります。そして糸を引っ張りながら手前に巻きます。はたぐさを挟みながら巻いていきます。はたぐさは縦糸の張りを保つために挟みます。しっかり巻いていきます。巻くときに糸が左右にずれないよう注意しましょう。作業はこの繰り返しです。はたぐさに新聞紙を使うこともあります。おさが動かないところまで来たら、おさえ棒で縦糸を押さえ、ひもでおまきにしっかり固定します。あや尻を柱から外し、糸を切ります。櫛で溶かし小分けにし、ほどきやすいよう結んでおきます。櫛で溶いて小分けにします。これでおまきに縦糸を巻く作業が終わりました。掛け緒は糸を上下させるためのものです。織るときにこのように動きます。では、掛け緒をかける作業をします。掛け緒だけは、篠だけを節のところから1メートルくらいの長さに切り、節の真ん中を縦に割って作ります。小管を節のところに留めて使います。糸枠を使って、綾を見やすくします。レース糸の端から50センチぐらいのところをこのような輪を作って篠竹に縛ります。綾竹に沿って糸を引っ掛けないように静かに通します。掛け緒だけの口を開いて、およそ9センチの小管を挟みます。
篠岳を掛尾岳より5ミリ出すようにして重ね、紐で固定します。小分けした縦糸の束を足の指先で引っ張りながら、綾をよく見て縦糸1本ずつに掛尾をかけていきます。同じ位置でかけるようにします。かけづらくなったら左に送ります。このかけ方はコツがいるのでしっかりと見て覚えてください。糸をすくって親指で押さえ、輪を作ってひねってかけて向こう側に送ります。糸をすくって親指で押さえて輪を作りひねってかけて向こう側に送ります。掛尾を全部掛け終わったら、篠岳に3回糸をかけて留めます。小管を外します。掛尾岳に沿わせるように、掛尾棒を通していきます。通し終わったら、篠岳を掛尾岳から外し、掛尾岳と掛尾棒を回し、掛尾棒がきちんと通っているか確認します。掛尾を整えてから、掛尾岳で掛尾の高さをきちんと揃えましょう。高さを揃えたら、掛尾棒と篠岳をレース糸で縛ります。左右同じように縛ったら、両端の糸を持ってきて、真ん中も縛ります。結んだ糸の糸端を切って、最後に掛尾だけを引き抜きます。これで下糸の掛尾掛けが完了です。下糸が終わったらおまきの上下を返し、同じように上糸の掛尾を掛けます。押さえ棒を外し、おまきを裸足に乗せます。
おまきを回転させながら糸を繰り出し、裸足の上部から吊るした紐に綾棒を仮にかけます。次に長をおさづかにはめ込みます。紐はこのようにクロスにしてかけます。布巻き棒から篠棒を取り出し、折り出し布に通します。折り出し布を布巻き棒に取り付けます。折り出し布の長さを後で縦糸と結ぶのにちょうど良い長さまで巻き取り、歯車を止めて固定します。折り出し布に折り出し棒を通します。折り出し棒と縦糸を仮結びします。結び目をほどいたら櫛で溶かしてから縛りましょう。真ん中の糸から始めます。真ん中を結んだら両端を結びます。結び方は糸の束を篠岳の上から下に回し、このように結びます。一通り仮結びが終わったら、糸の張りが均一になるように左右のバランスを見ながら結び直していきます。縦糸の張りの強さを揃えます。で結びます。まず中央を結びます。次に左右両端を結びます。両端を結んだら、最初に結んだ糸束の隣、次に反対側の隣という具合に交互に結んでいきましょう。次に綾棒2本を綾岳のおまき側のところに差し込みます。
糸が絡んでいないか確認します。ろくろ棒から下がっている紐の片方の端を綾棒と結びます。次にもう片方の端を上の掛け尾棒と結びつけます。下に行きます。もう一本の綾棒は左の踏み木と結びつけます。そして下の掛け尾棒を右の踏み木と結びます。綾だけを引き抜きます。左右の踏み木を踏んで、樋口の開くことを確認しましょう。これで織る準備が整いました。では、織り始めてみましょう。まず、藁を入れて幅出しをします。火に横糸を巻いた小管を入れ、火口より軽く走らせます。傘をトンと打ち、足を踏み替えてもう一度トントンと打ちます。折り進んで火を通しにくくなったら、繰り出し棒を踏んでおまきを回転させ縦糸を繰り出します。時々滑りが良くなるように、筬に油を塗りながら織りましょう。おまきの紐が伸びきり、火口が開きづらくなったら、折りじまいにします。火が通りにくくなってきたので、折りじまいにします。まず縦糸を緩めます。折り端から2センチぐらいのところを切ります。
縦糸を抜きます。下に置きます。この折れない部分は切りしねと言います。あとでかすりのくくりに使ったりとか、いろいろまた他に、役に立つものですので取っておきます。巻き取っていきます。折り出しが出てきました。折り出し布ごと巻いてしまいます。これから折り出し部分を切り離します。折り出し布から折り出し棒を抜き取ります。布になりました。これが折り出しです。こちらが切りしねです。これで縦糸の全部になります。切りしねは小分けにします。かけおかけの糸は再度使えるのでほどいて巻き取っておきましょう。特に巻き取り方に決まりはないんですが、小さい玉にしていきます。機織りは手間と時間がとてもかかる作業です。田畑を耕して子供を育てながら布を織っていた昔のお母さん、家族の笑顔が励みだったのかな。手織り木綿はほっこりとあったかいです。繭からより糸を引き出す作業を座繰りと言います。まずお湯を沸騰させ、そのお湯に50両ほどの繭を入れます。一度に入れます。そして落とし蓋をして30秒ほど煮ます。30秒経ったらお椀2杯分の差し水を加えます。差し水をします。次に落とし蓋と外蓋をして再び沸騰させます。沸騰したら火を止めて10分間蒸らします。これは身ごぼう機と言います。繭の糸端を探すのに使います。30流程度をひとまとまりにして取ります。繭の外側にあるもので、この周りのものを取って繭から
1本ずつ糸が出るまで取ります。1本のきれいな糸にまとまってきたら、そのまとまった糸を古紗にかけます。ここで1回か2回結びます。ここは後でほどけるように軽くかけるだけです。古紗で糸をよって、あやふりで均等に糸枠に巻いていきます。糸が細くなったら、繭糸を足していき、均一の太さにします。眉が薄くなってさなぎが見えてきました。こういうのは取り除いていきます。座繰りが終わったので、濡れているうちに重ね上げをします。かせ上げは横たぐりを使い、かせにします。しずわなどを使い、糸が絡まないように横たぐりに巻いていきます。糸を持つ手は左右に振って均一に巻くようにします。巻き取ったら絡まないように別の糸で4箇所を縛ります。4箇所を縛り終わったら、横たぐりを外し、畳んで、かせを外します。この後、乾かします。乾かした糸は、木綿と同じ工程を経て、布に織り上げます。みんなで蚕を育てて繭を取り、その繭から
座繰りにして取った糸を横糸にして織っております。織り上がった絹の布は光沢がある上、手で引いた糸なので味わいがあります。土浦地方の機織技術は農家の女性たちによって親から子へ孫へと継承されてきました。そして今その技術は機織教室の卒業生たちによって多くの人々に伝えられているのです。